皆さんこんにちは、ワンダリグルフィッシュです。では今回はアートバイアホー日本民主化、続きをプレイしていきたいと思います。前回までにですね、日本は連合国側としてソ連を降伏させたドイツと、極東アジアで戦闘を繰り広げているという状態です。残念ながら中国がですね、あまり頼りにならない状態なので、日本軍がかなり消耗を強いられているという状態になっています。まずはね、この状態を耐えて、アメリカが参戦してくれるのを待ちたいと思います。工場の方なんですけども、一度ですね、海軍の、いわゆる軍艦を作るのをやめて、すべて、陸軍向けの装備に転用していこうと思います。鉄をね、ちょっと、陸軍の装備に回していきたいと思います。ここはもうしょうがないですね。戦いはもはや陸軍に委ねられたという状態になってますので、一度海軍の方は生産を抑えていきたいと思います。では早速時間を進めていきましょう。はい、ヨーロッパの方ですけども、まずイタリアに関してはイギリスがほぼその全土を占領しつつありますね。さらにドイツについてもですね、もはや、だいぶ、勢力を失っているという状態です。このまま、ヨーロッパの方でね、連合国軍が頑張ってくれれば、おのずと、極東アジアでも勝利できるかな、というふうに期待はしています。アメリカはですね、今、イギリスの方にいますね。この60師団が投入されてくると、一気に勝敗が決するという状態なんですが、アメリカ軍はまだ参戦はしていないという状態です。ただ、義勇軍という形で、一部の師団を送ってはくれているようなんで、それがね、大きく戦いに貢献してくれているのかなというふうには思っています。イギリスはね、ちょうど EU から、2020年末で、離脱ということになりましたけど、どうなんでしょうね、EU の、結束っていう面では、盟主に近い主要国であった、イギリスがね、離脱ということで、あとはドイツ、フランスなんかを中心に、この後も EU 自体は存続するんだと思うんですけど、やっぱりね、中国の脅威っていうものが、経済であったり、軍事力であったり、人権問題であったりと、あらゆるところでね、大きくなってきている中で、その包囲網みたいなものがね、しっかり、形成されていけばいいのかなと、個人的には思うんですけどね。前にもね、何かの動画でお出ししたことあると思うんですけど、中国の方、お一人はですね、すごく真面目な方が多いなっていう印象を受けます。一緒にお仕事させていただくと。なんかね、報道とかで見るとね、やっぱ、中国共産党のね、横暴ぶりみたいなものが目立ちますけど、個人個人、お仕事でお付き合いする限りだと、すごく真面目で、しっかりした人たちが多いなぁとは思うんですけど、仕事のね、適当ぶりで言うと、ちょっとこういう言い方をすると大変語弊があったり、誤解を招いたり、怒られたりするかもしれないですけど、インド人の方が、はるかに適当ですね。はるかに。これはね、どうしようもないほどに適当なんで、そのね、日本人、インド人、中国人、その他、全世界いろんなね、国、いろんな人種、いろんな方がいると思うんですけど、やっぱり国によって、その人柄というかね、全然変わってきますよね。あとは、タイとか行くとですね、飲食業の人とかね、あとは小売業、スーパーもそうだし、あとは洋服売ってるような店員さんなんかもそうなんですけど、別に接客してない時とか普通にスマホいじって遊んだりしてますからね。それがね、いいかというと、いいとは言いませんけど、日本みたくね、ぼーっと突っ立ってるぐらいだったら、なんかちょっと座って休んだりとかした方が、いざという時により生産的な、行動ができるんじゃないかな、なんて思うんですけどね。さあ、では、また時間を進めていきます。研究の方は、レップの方の研究を始めていきます。海軍は確かに生産力を抑えてますけども、空軍に関してはね、まだまだ、しっかり生産を行って陸軍の支援、
これをね、行っていってもらいたいと思いますので、どんどんアップグレードしていきましょう。今、騎兵を使ってですね、敵を追い込んでいくという作戦を行ってます。これによって、ここにいるドイツ軍3師団を葬り去ろうという作戦ですね。はい、ご覧のようにだいぶ作戦が功を奏してですね、通熟国側、まあ、ドイツ、イタリア軍を、もうすぐモンゴルまで押し返せるという状況まで持ってきました。まあ、日本もこれに乗じて領土を広げたいという思惑はあるんですけども、まあ、すでにここまでの戦いでかなり消耗している部隊が多いので、まあ、あまり無理はせずですね、地道に勢力を広げていく、枢軸軍を叩いていくという作戦を取っていきたいと思います。続いて航空機は流星、これの研究を始めます。艦爆ですね。まあ、あまり使う場面はないかもしれないんですけども、まあ、艦爆として使わないで普通の爆撃機として使っていきたいと思います。またここも包囲戦が展開できる状態になりましたので、一気に包囲戦展開してここを壊滅させていきましょう。こういう形で敵をね、追い込んでいっています。ここも包囲戦ですね。うまく決まってます。ここもね、モンゴル帝国の半分ぐらいを一気に、包囲戦でドイツから解放していきたいと思います。まあ、ここまで来るともう、いわゆる連合国軍側の勝利は揺るぎないものになっていくのかなと思いますので、あとはどれだけ戦勝ポイントを稼げるかっていうね、ゲーム的な要素が強くなってきてますね。今、イギリスが 28% でトップ、日本が第2位ですかね、14% になっています。あとは中国が 17% なんで、中国の方が貢献度は高いですね、17%。我々が 14% なので、これ、なんとか、戦勝点第2位の1位は確保したいですね。そうなると、やっぱり、もうちょっとね、ポイント稼ぎしておきたいかな、というふうには思います。アメリカから歩兵装備のレンドリースを受けるようになってですね、歩兵装備が不足していたのが劇的に改善しましたね。なので、アメリカに対して、今度レンドリースで不足している兵員輸送車を要請していきたいと思います。まあ、アメリカは参戦こそしていないものの、まあ、事実上ね、連合国軍側としてもう戦ってくれているに等しい、まあ、そういう動きしてくれてますね。ヨーロッパの方もご覧のようにもうほぼ連合国軍側がドイツ軍を駆逐しつつあるという状態になっています。まあ、ドイツの首都、まあ、今ドイツではもはやないですが、このね、ビッシーフランスというところに今構えてますね。あとはですね、スイス、まあ、永世中立国のスイスも連合国軍側に加入をしています。もうこれで戦いは決まりましたね。ドイツの首都は今このウィーンになってますね。もうただウィーンにも連合国軍が迫っている状態なので、このままここを制圧するという形になるのかなと思います。はい、ドイツ降伏しました。これで民主化した日本が連合国に入ってドイツを打ち倒したという戦いが終わりました。まあ、一応戦勝国になってますので、領土の要求なんかはね、していきたいと思います。はい、戦勝国となった日本ですが、めちゃくちゃ領土拡大しました。まず旧ソビエトに関してはもうほぼほぼ手に入れましたね。一部ドイツが、ドイツ共和国として残っています。まあ、それ以外ほぼカムチャッカから、まあ、旧ソ連現ロシアのほぼほぼ全領土を平らげています。あとはですね、イギリス、ドイツの主要な資源地帯も抑えることに成功しました。ご覧のような感じですね。これで国力的に見ても、日本は多分世界第3位とか4位とかの国に躍進したんじゃないかなと思います。1位はね、きっとイギリス変わらず、あるいはアメリカというところになってると思うんですけども、おそらくそれに続いて
大国になったのがこの日本というところですね。まあ、本当に大きくなりました。まあ、ドイツもね、イタリアもね、だいぶ国力を下げている中、日本がこのヨーロッパにところどころ点々と、主な資源が取れる場所をね、優先的に取りましたので、資源にだいぶ余裕が出てますね。これはね、このままプレイをしても面白いかもしれない。民主化した日本が世界を食う、平らげるっていうね、そういうプレイも夢じゃないのかな、というふうには思います。それこそね、イギリス、アメリカと州を決するなんていうプレイも面白いかもしれないかなと思います。が、今回はね、ここまでにさせていただいて、日本民主化プレイ、一度終わりにしたいと思います。もし皆さんの方からですね、この状態から続きが見てみたいなんていう声が多かったら、続きもね、プレイしていきたいかなというふうには検討したいと思いますが、一旦、ここで、終わりということにさせていただきたいと思います。では、また、次の動画で、お会いしたいと思います。